はい。東野です。それでは今日は、小野洋子の守護霊霊言が出ましたので、そのご紹介です。正式名称は、小野洋子の守護霊霊言魂のルーツとその使命。それから、原曲、ワンダラー。さらに、スペシャルメッセージ、ジョン・レノンから、 送る言葉となっております。小野洋子という方はご存知、ジョン・レノンの奥さんだった人ですね。えー、まだ、あの、ご在名中です、えー。この方は確か安田財閥のご子息だったんじゃないかと思います。それから原曲ワンダラーというのは、ジョン・レノンの霊指導を受けて、大川総裁が作詞、作曲、それから今回アカペラで歌われている曲であります。 さらにスペシャルメッセージ、ジョン・レノンから送る言葉は、ヨうの霊言を受けて、天上界から降ろされたジョンのメッセージです。少女で一昨日の10月29日から開催されてまして、支部では11月12日から開催ということですので、ぜひ直接お聞きください。まあ、なんかついに出たっていう風な感じですね。霊言自体は2019年の8月20日の 収録だったみたいです。一年ちょっと前ですね。で、例によって、まあ、目次的謎かけ風にですね、ご紹介して直接聞く人を増やせればなと思っています。第1点目、原曲ワンダラー。最初に、大川総裁がアカペラで歌われるんですけれども、冒頭の歌い出しはですね、探していたのは本当の自分という歌詞から始まります。で、これはですね、 我々のまだ知らない若き日のエルカンターレの姿が歌われますで。メロディーもロック。内容もロック。中にはローリングストーンっていう言葉も飛び出す曲ですね。結構驚きの曲なんですが、この歌をかけるとなぜか、生き量たちが炙り出されるそうなんですね。で、特に、 二種類のタイプの生き量が炙り出されるそうで、まあ男と女と両方みたいですけれども、なぜそうなのかというのを探ろうというのも、この後、陽子の霊言の大きなテーマになっております。で、二点目、その陽子による分析ですね。で、その二種類のタイプの生き量というものは、強い欲を持っていると。この世的な欲です。四つほど、 その欲の種類が挙げられておりました。なぜ彼らがワンダラーをかけるとこう飛び跳ねるのか。まあ、暴れるということでしょうけど。その理由をヨーコが解き明かしていくわけなんですね。さらに分析は進みまして、その生き量たちが強く関心を持っているものがあるという話になっていきます。で、聞いてて、あ、そういえば H 氏もそうだったなっていうことを思い出しました。強く 執着しているものがあるから、域領化して、で、主の周りをつきまとうらしいんですね。そういうお話が出てきます。で、そっから話は一転して60年代の方に遡って、ようコがジョンと付き合い始めた頃、実際のところ、周りの反応はどうだったのかという話が出てきます。ビートルズの他のメンバーも含めて、当時の状況が伝えられていくわけですね。 で、その中で、なぜ、ジョンはヨーコに惹かれたのかという、その理由も明らかになります。私が知ってる限り、どの本にも出ていない。 新論点です。それから、さらに、5番目に、主に反発する者たちの傾向性の話ですね。またちょっと話題が戻ってくる感じですけど、これあの、質問者の方からまず分析が出るんですけれども、彼らはですね、反発する者たちは、真理にロックして、世俗と同じになっているという言葉が出てきて、これ結構興味深い言葉だなと思いました。 どういう意味なのかというと、真理に彼らは反発をして、世族のものの方がいいということを主張してるわけです。ただし、それは、うちでは過激に見えるけれども、外では別に普通のことを言ってるに過ぎないと。ですから、既存のヒットしてるものはいいと言ってるだけでですね、そのこと自体ちっともロックではないというふうな、あまあ質問者からの水を向ける分析が出た後、陽子が、 ああ、それに対してですねで。彼らは自分ではジョンやヨーコのようにロックをしているつもりなんじゃないですかという話をされてました。まあそんなことはないけどもというニュアンスが入っていたと思います。まあここちょっと目を引いたところですね。それから6番目にヨーコの魂のルーツの話が出てまいります。で彼女が過去世においてどこで何をやっていたのかという話とか、もともと何を 信仰していたのかという話が出てまいります。小野横さんは、コンゼはジョンの妻なので、ジョンがその分身であるところのイエスキリストを立てているとおっしゃってましたけれども、その当時ですね、どの神を信仰していたのかという話が明かされるとともに、その神についてさらなる分析が入っていきます。でここがですね、まあ、何を信じているかというところなので、宗教的に非常に重要なところだと思います。 それから7番目に、仙人と天狗の違いについて述べられます。洋子によって、仙人と天狗の違いはこれかなり詳しく語られるんですね。進出論点が非常に多いです。ここ聞きどころですね。そんな洋子と繋がることで、ジョンはいかなる力を得たのか、いかなる幸福を得たのかという話も出てまいります。それから、洋子と、 イエス・キリストとの地上での縁についても明かされるんですね。これもちろん2000年前のことです。でこれはキリスト教にとっても重要な新論点になると思います。それから8番目に、シオさんについて話が出てきまして、ヨーコとシオさんの共通点が語られるんですね。まあ、どちらも救世主の奥様っていう、 ことだと思いますけど。まあ、ジョルノは救世主そのものというよりはですね、その分身ですけれども。まあ、どちらにもまだまだ謎が多いという話が出てですね、それをある呼び方で語られていました。あ、これは面白いところだったです。で、まあ、あなたも私も何々っていうふうな形で出てきますね。さらに、諸さんに関しては、パンダ的な観点からの分析が、ヨーコさんによって行われるんですね。えー、ヨーコさんの守護例ですけれども。 ここ大変面白かったです。それから9番目に、ある話題を経由して、幻想皇帝の話が出てくるんですね。党の皇帝ですけど。 その本性は何であるかという話が出てきて、これはちょっとびっくりでした。それからさらに、ようこと仲の良かった、キキキリンさんについても話が出てきて、その魂の本質について語られます。このキキキリンさんということは、この間のですね、霊友会の初代教祖と石原慎太郎の話題の時に、なぜか出てこられて、その解説をされたんで、 ちょっとこの方別途研究が必要かもしれないというふうに思っております。それから10番目、最後に大川総裁について、その隠された力というのがどれぐらいあるのかということがですね、推定値も含めて、まだ何分の1みたいな、そういう推定値も含めて語られていきます。で、そこでのキーワードはロック。 ま、ここでま、ジョン・レロンとの関係が出てくるんだと思います。なぜ、その隠された能力が今表に出てきていないのかという理由も語られていきます。で、これはですね、我々がもっと問題解決力を持たないといけないと感じた部分です。生き量の問題とかも含めてですね。そのエル・カンターレの隠された部分についてですね、まあ、ここはもうちょっとだけなんかベールが 剥がされかける感じがあって、最初のワンダラーの歌詞と相まって、まだ謎は多いですけれども、この霊言の重要なテーマになっていると感じました。11番目にジョン・レノンからのスペシャルメッセージが最後降りてきますけれども、これも歌になって降ろされます。元気かい世界のみんなみたいな感じで、まあ、始まるんですね。まあ、愛に溢れたメッセージであります。 で、ここは私は時間がなかったんで、もうメモ取れておりません。で、ただ、ありがたい話。この物語風の歌になっていたという風うに記憶しております。で、途中ここだけちょっとメモしたのはですね、今こそエルカンターレの説かれる真理を伝える時代と。ここの位置づけはバチッとこう、ジョンからも歌われます。あとはまあ、ぜひともこの霊流にですね、直接よくしてくださることをお勧めいたします。 ということで、今回の霊言はですね、今までのこのエルカンターレ像にちょっと揺らぎを与えるという面で新しいと思います。え不思議な感触だったですね。それがこう、妖子の角度からおぼろげにこの垣間見えた感じがいたしました。その上にはジョンがいるという。 感じですね。エルカンターレはまだまだ偉大な面を持たれているということだと思います。えー、まあ、こんなもんじゃないということですね。まあ、そのお姿を見るためにも我々が頑張らなくてはいけないと。まあ、いろんなことで心労をおかけしているようではダメだということを感じました。でこれはあの、教団職員の問題だけじゃないと思いますよ。で、それと幸福の科学はまだまだ新たな展開を見せるというですね、その可能性、 この希望を感じさせてくれるような不思議な霊言でありました。で、これは冒頭で言いましたように、少女では一昨日の10月29日から開催されて、支部では11月12日から開催されるようです。ぜひとも直接お聞きになることをお勧めして、本日の動画といたします。ありがとうございました。